よの魅惑ブレンド。はい、皆さんこんにちは。スターフォレンチャンネルです。今回はですね、葉山の御用邸近くにありますファイブビーンズさんと、スターフォレストキャンプの方でコラボしてですね、コーヒーの方を作りましたオリジナルブレンド、はい、コーヒーの説明をお願いします。はい、名前がですね、オリジナルで作りま、みんなで考えて作りました。雪夜の魅惑ブレンド。なんで雪夜の魅惑なのかは来たら分かります、ね、分かります。でここにこうマグちょっと書いて、絵が書いてあるんですけど、はい、絵にも絵にもちょっとヒントがあります。はい、それから、雪夜の初恋ブレンド。初恋ブレンドと、あとは違いの分かる男雪夜3種の、味比べですね。3フレーバーセットになってます。はい、今回2種類ブレンドにして、もう1種類がエチオピアブレンド、ケニアブレンド、ブラジル、はい、3種ということで、ブラジルの方はブレンドじゃないんだよね、はい、そのままの豆になってます、はい、結構力を入れて高級なコーヒーになっておりますので、ぜひ来られた方はですね、お土産にもいいと思いますので購入して、飲み比べしてみてください。キャンプの時間楽しんでください。はい、いろんな飲み方ありますので、ちょっとやっていきたいと思います。お願いします。これがキリーケトルっていうんですけど、ベニヤも使ったことないんですけど、これはですね、このレンジの蓋外すと、ここがポットになってて、水を入れるとこれ全体的にこう水が入るんでね、二重構造みたいになってて、でこの真ん中にですね、薪っていうか枝でも小枝でも何でもいいんですけど、入れて火をですね、ここでここに入れるとここに落ちてくるんですけど、お皿になってですね、でここで着火すると煙突効果で、火力の強い火がブワーッと出るわけです。で普通の鍋でお湯を沸かすよりも周りにこう水がこう囲まれてて、この中を炎が通るんで効率よくお湯が沸くそうです。お湯を沸かす時なんですけども、一番メジャーなのはこのポットで沸かす、あとは先ほどのケリーケトルで沸かすと、もう一つはもうお湯も沸かしつつコーヒーも入れちゃうというパーコレーターがキャンプにはよく使われていると思います。ここの中に粗挽きのコーヒー豆を入れて、ここから沸騰したお湯がこう出て、そこの中でコーヒーが入れられるんですけども、これ美味しい入れ方、ちょっとコツがありますので、それ後ほどご紹介したいと思います。エスプレッソマシンですね。エスプレッソマシン、かなり濃いイタリアンローストの、なんていうんだ、エスプレッソ、うん、がこれで飲めますね。これ直接直火で、はい、この4種類かなが大体メインだと思います。今ミルで、コーヒーの豆を引いていくのね。 100cc で 10g から 15g、 ドクロ 50g 入ってるんですね、うん、2人で2杯分するんで4杯分は作れるかなっていう容量で入ってます、うん、すごい香りがすごい、このガリガリの時間がいいですよね、うん、楽しいですよね、うん、楽しい、はい、楽しそう。初めて初めて、うん、これ実は重大発表がありますはい、はい、私はコーヒー飲めませんこれミルがない時ってどうすればいいんですか。ちょっと聞いた話なんですけど、袋ごと石で叩いて粉にして飲んでも美味しいらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。じゃあちょっと初恋、雪夜の初恋をちょっと打ちのめしてみようかと。じゃあそれでちょっとやってみましょうか。布がなんかちょっと引いてですね、これで。いいんじゃない？じゃあ次パーコレーターで、お湯の中に細かい粉が入っちゃうと触りが悪くなっちゃうので、これ叩いたコーヒーですね、これ石で。結構綺麗に粗挽きになってます、ね、なってますね。パーコレーターの場合は普通の分量だと薄くなっちゃうので、ちょっと豆は多めに入れてください。を入れて蓋をします。
で弱火で4分。ここのところに抽出されたやつがだんだん色が濃くなってくるので、その色の濃さで好みの濃さにするんですけど、4分以上やってしまうと雑味が出てきたりするので、味の濃さはなるべく豆の量で調節するようにしましょう。やったやった。このぐらいが色が変わったらいいっつってたよ。あ、匂いいいわ。すごいいいよ。じゃあ乾杯。あ、おいしい。お、こんな香り。おいしい。やばいね、フルーティー。これがコーヒーです。体温まる。どのタイミングでコーヒー飲みたくなります？キャンプ場ついて飲んで、あと夕飯食べ終わったとかコーヒー飲むかな。あと朝とか。あ、朝はお決まり。朝はなぜか知んないけど飲むね。粉入れてお湯入れてシューってやつ、エアロプレス使ってるんですけど、あの粉入れて蒸してでこうシューってやつなんだけど、結構ねそれ油分、コーヒーの油分も残るんで結構濃厚なコーヒー飲める、はい。エアロプレスはファイブビーンズさんも味の再現性がいい、ある、あの、いいからおすすめしました。そうだ、マシュマロ、うん、マシュマロ。おしゃれなキャンプをしてみようということで陶火でやんないとコーヒーがね塗るとダメでしょ。コーヒーをつけて食うっていうの、あ、そういうこと。新しいコーヒーをつけて食う。どうでしたコーヒー？意外だったのは、あのコーヒー石で潰した豆、粗挽き結構美味しかったね。美味しかった。なんか ちゃんと引けるっすね。引けるのね。引いてるっていうか潰してんだからなりました。キャンプの時あれで、あれいいよね。焚き火とコーヒーっていいっすね。いいね。やっぱりみんなと一緒にコーヒー飲めたことが一番楽しかったんですけど、なんかみんながやってる理由がちょっと少し分かったかな、キャンプの時間を豊かに過ごしてほしいなっていうのが一番あって、オリジナルの豆を提供したりとか、あのレンタルのセットを貸し出ししてコーヒーと焚き火の楽しさをいろんな人に味わってもらいたいなと。美味しいコーヒーの入れ方を教えてほしい、うん、自分のこだわりの入れ方とかですね、コーヒーこうやって飲んでるよっていうことがあればコメント欄に一応書いていただけるとすごいありがたいですね。勉強になりますので、ぜひコメント欄の方に書いてください。お願いします。また次回ね、キャンプ場での楽しみ方ということでちょっといろいろ企画して動画の方を撮影していきたいと思いますので、ぜひまたご覧ください。はい、本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。葉山スタフォレチャンネルは自然を楽しむためのキャンプ情報や逗子・葉山の魅力を発信しています。また当社ストアホームでは葉山の自然を楽しむキャンプ場の運営、湘南エリアで家づくりのサポートを行っています。詳しいことは概要欄をご覧ください。